い、どうも、タビオロジーの津田です。お疲れです。まあ、僕にはちょっとやらなければいけないことがありまして、僕が敗戦してしまいまして、罰ゲームが1ヶ月。1ヶ月じゃないわ。いいよ。いやいいよ。いや、よくないよくないよくない。スイックなのはいいよ。いや、1週間。1週間、うん、ベジタリアン生活っていうのをね、やらなければならなかったので、今日のやります。今日の昼から。で、今、まあ、今日別に何も食べてないんだけど、だから今日から。で、今から何か食いに行きます。一番最初のご飯、揚げ物屋です。寒さだね、とりあえずこれは。あー、Can I have one サモサ？サモサだね。まずこれですね、サモサパン。いただきます。肉？肉か。え？いや、ベジベジベジ。あ、ベジ。ちょっと色にびっくりしただけ。まあ、なんかポテト系のね、ぐちゃぐちゃしたものが入った揚げ物です。いい感じだ。伝わった？わからん。まあ、ちょっと動画の編集でカフェに来てるんですけど、カフェで僕が唯一頼んだものがこれですね。もちろんね、チョコレートケーキもベジタリアンなんでね。いただきます。うまー。たまーに食べる甘いものは美味しい。ちょっと夜も更けまして、夜食を食べに来ました。結構賑わってるんだよね、ここ。そう、人気だよね。うめえんだろうっていう。来ましたね。僕はチキンマサラを頼みました。津田はこれ何？これね、わかんない。わかんない。インド人が食べてるやつをこれ欲しいって言ったから。ただベジーってのはちゃんと聞いたから、絶対にベジー。ラージマチャーナ。ラージマチャーナです。ラージマチャーナ。ラージマチャーナ。はい、ラージマチャーナ。ラージマチャーナです。はい、ゆっくりなさい。ちょっと、やろ。ロティと、ちょっともう名前忘れた。俺もちょっともう名前忘れた。まあ、ここに今パーン出てくるでしょうね。いただきます。めっちゃうまいわ。めっちゃうまい。まあ、よかったね。うまいうまい。俺も食べよう。大塚くんのはチキンマサラですね。僕は肉食べている。うまっ。うまい。うまおろじ。あ、多分やっぱこの店うまいんだな。あ、めっちゃうまおろじよ。あ、わかった。インスタントのカレーヌードルの味かな。カレーカレーで答えるってやばい。これカレー85だ。85。僕だって60なんですよ。やっぱね、ベジはね、経済的にコストが抑えられる。あー、辛い。あー、辛い。すまん。ごちそうさまです。うまかった。ジュースのも1日目終了。おはようございます。はい、ベジタリアン生活2日目ですね。うん、まあ、浄土来るまでの、ね、電車まで時間がちょっとあるので、まあ、編集する場所っていうことも兼ねてバーガーキングに来ています。朝ごはんですね。僕が頼んだのはクリスピーベジですね。クリスピーベジですね。クリスピーベジが2つと、ちっちゃいポテト2つとコーラ1個で146ルピーか。まあ安いよね。僕はまあ津田のチキン版ですね。クリスピーチキンが2つ、2つとそれがポテトで、これが167、20高いぐらい。うん、いいとこですよね。まあ、ベジの方が若干安いまあ、感じですね。いただきます。マサラ風味だな。うまそうだけどね、うん、普通に。いや、ソース何これ。インディアンカラシマヨネーズ。インディアンカラシマヨネーズ。カラシマスタード。ああ、違う、カラシマスタードね。カラシマスタード、カラシカラシカ。現在ね、ジョードブルか、ジョードブルにいるんですけれども、大きいサモサ屋さんですね。ああ、早くお腹空いた、早く食べよう。ボースベジタリアンだね。I'm vegetarian。 サモサが16で、あのでかいのがこれ18。これ18。これはね、オニオンとポテトが入ってる。これね、フェズオニオンカチョリです。いただきます。めっちゃうまいわ。マジ？いい意味でスパイシー。お前ね、今ね、めっちゃテカテカだよ、顔。すごい、テカテカ。油切ってる。わかる、でもわかるでしょ、どれぐらい熱いか。すっげえテカテカ、お前。じゃあ、サモサいただきます。似てる？似てる。
これとこれが似てる。1週間ベジタリアン生活も6日目となりました。じゃじゃーん、チャパティナンみたいなやつ4枚とカレーとカレーとカレーとご飯と生野菜ですねとカリカリ。これ全部で140だもんね。200円ぐらいか。まあ安いよね、こんなにいろんなカレーも食えて。あ、うまそう。これいただきます。これそこなんだね。これめっちゃうまいわ。お、マジか。すぐうまい。ちょっと、いやマジでうまいわこれ。あ、うまいな。うまいよね。豆だね。バター風味。うん、うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまいよね。これのも来ました。これはカレー1種類でチャパティが2枚ですね。半分のやつが4枚。あ、ロティじゃないそれ。あ、待って、中に芋入ってるんだけど、これだけで食べてみよう。芋サプライズ。あ、芋サプライズ。そう、いただきます。あ、うまい。ジャイプールに着いたところですね。パニールっていう、まあなんかチーズと豆腐の間みたいな、乳製品だからどっちかというとチーズ寄りかな、とコールスローとポテトですね。マサラの味だわ。それ以上でもそれ以外でもない。7日目の夜10時40分です。もうこれが最後のご飯です。ベジのね。それがこちらです。マクダナーズですね。ペペペペ。僕はマハラジャマック、ベジマハラジャ、ベジマハラジャマック、まあ、いわゆるビッグマックのベジですかね。最後のベジいただきます。マックって肉食いに来るやん、うん、だからね、まあ、ベジだなって感じる。バーガーじゃないと。そう、なんかカレーだったらさ、別にベジカレーうまいし、ベジカレーの方が多いやん。これは肉との違いを感じさせられるわ。一番、ま、でもベジタリアン生活全然余裕だったもん。インドだしね。そう、あとさ、もう俺らが来た7日中の4日ぐらいさ、肉がない町の生活だったよ。田舎だったもんね。肉全然なかったんだよね。チキンすらどこにもなかったんだよね。だからお前もなんだかんだ7日中4日ベジ生活だったよね。全然俺も巻き添えじゃないけど、まあ、今日久しぶりにフィレオフィッシュ食べてるけど、うん、だから、まあ、余裕だったね。まあ美味しいよね。美味しいし、ベジだけどちゃんとボリュームあるし、うん、もう僕はベジタリアンにはならないかな。なろうとは思わなかった。ベジタリアンにはならないです、僕は。なるほど。僕は肉を食べます。いろんな思想があるけどね。慣れるってことは慣れる。慣れれるってことは、肯定性ってことは。